よし、参りました。はい。あ、なんかこう寂しいね、なんか絵面がね。はい。ではでは。はい。パンダ局長、ルル副長のダンダラダラダラ TV! ウェイ！局長さ、タイトルコールまともに言うの初めてぐらいじゃない？かもしれない。いつも言ってなかったよね。うん、めんどくさいからね。ほら、大体いつもめいちゃんとか寄せてくださからね。うん、いないしね、寂しい。誰もね、予定が合わなかった。うん、みんな忙しいね。この動画よりも大事な用があるってことさ。なんてことだなんてことだ。はい、まあまあね。え、2019年ですって。明けましておめでとう待って、一応さ、動画は配信してたよ。あ、そう、あの去年の11月に撮ったやつだけどね。いつだっけっていう。そう、だからもう何話したか覚えてないよ。え、いや、動画は見たけど。あ、見た。え、見たのに覚えてない。うん、とりあえず土産物を開けつつ、なんかダラダラしゃぶしたよ。うん、食うた、食うとった、食うとった、ね。うん、そうそうそう。で、だから実は2019年明けてから初めての収録なんですよ。うん、うん、そう。なんかね、いろいろあったみたいよ。何が？うん、なんかほら、この動画でもちょっと応援してた、うん、あの舞台ダンダラってあったじゃない、シアターオブの。覚えてない。びっくりする。嘘、びっくりする。嘘。ホームページにさ、感激の感想とか書いとったよね局長さ、めっちゃ笑っとるで。そう、あれがね、うん、なんかあの残念なんだけど、シアターオムで、うん、あの舞台ダンダラをやるのが前回の公演が最後になってたので。え、なんで？そうなの？なんか大人の事情があるんだよまあでもなんか、あのやっぱりなんかね、作者の方の強い思いもあるから、もしかしたら他の舞台でダンダラの続きが見れるかもしれない。そうなんだ、うん、ちょっと寂しいな。寂しいね。ちょっとじゃねえな、だいぶ寂しいな。あ、そうか。そうね、そうなんだけど、しゅんまあそんなことはありつつだ、うん、このダンダラダラダラ TV は2019年もまあダラダラやっていこうじゃないかという感じだよ、うん、ダラダラやろ、ダラダラ、うん、そうなんだけど、うん、結構さ、なんか去年のもうなんか秋ぐらいからだいぶさ、うん、ネタを絞り出してた感があるじゃないですか。あるな、いろいろやったな。そうそうそう、まあ、あの京都探訪はしたけどね、うんうん、なんかあれだよ、人気ないやつやろ違う、あれはだな、あれはだな、人気ないやつやろ。違う、あれ、私が反省した。多分だな、うん、サムネイルがよろしくない、うん、やっぱちょっとインパクトのある分かりやすい、うん、あのサムネイルって皆さん多分ね、見てる方は分かると思うんですけど、 YouTube のこうタイトル画面というか、うん、はい、あのリストで一覧で出る時の画面、うん、サムネは別に撮るみたいだよ。何がサムネをつけてって撮るみたいだっけ。あ、ちょっと YouTuber さん見たい。覚えてたらやろうか、うん、次からな、うん、じゃあこの後ちょっと何記念撮影したらいいの。え、なんか、うん、紹介とかしとったらさ、うんうんうん、それを持ってイエイみたいな、これだぜみたいな紹介、なんかようわからん、知らんけどな、知らんけど、まあ、まあまあそんなもんあるのね。そうだから、あれはちょっとサムネが良くなかったかなと思って、うん、サムネを変えてみた。そしたらちょっとだけ伸び始めた、うん、で、ほんで、うん、一瞬うちらの動画の一番ね、うん、あの視聴数がいいのがね、うん、あれサッカーシリーズ、あー、あれな、あれな、あの、うん、あれだけ3倍ぐらい回っとんね、うん、やっぱちょっとお祭りに乗る感じ。そうそう、あのね、がっつりね乗っかってもったからねお祭りに、だから視聴数は多いんだけど、うん、その分ね、うん、あのほら、あの、うん、こっち、あ、こいくつか、多いの、ね、そっちがついてた。あ多分ね、なんか、うん、サッカーに関係あると思って押したら、なんか全然、うんうん、なんか新選組とか幕末関係のことしか喋ってないから、そういう番組です。そうあのワールドカップに便乗しただけです。そうです。そうだから、まあそれもちょっとよろしくないのかなと思って、ほうほう、どうしようかなと思ってるんだけど、うん、でもあの、まあ、新選組じゃなくてもいいのかなって思ったり、うん、いいんじゃない軽いな、うん、そう、いいんじゃない、ね、一応、まあ、とりあえず好きなことやったらいいんじゃないの。そうそうそう、まあ、ダンダラダラダラ TV っていうタイトルだし、なんかこんなんとかこんなん来てるけど、うん、まあ、元々がだ、一応新選組好きっていうのでここがつながったっていうきっかけだけの話で、そうそう、なんかその時興味あることいろいろ取り上げたらいいんじゃないみたいな、うん、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、まあ、だから、あ
れですわ、あれですわ、ダンダラダラダラ TV のダンダラよりもダラダラの方に重きを置こうっていう、いいんじゃない、感じかな。そんなこと言うけど局長はさ、将棋隊のお墓に行ったりさ、桜田門とか行ったの。ああなんか言ってたよね、うん、桜田門ね、行ったわ、行った、行っちゃったか、うん、え、だから、うん、そう聞きたかったんだけど、基本的に局長はやっぱり、まあ、もともとが龍馬さんから派生して新選組に行ってるから、やっぱり幕末メインなわけ、うん、幕末メインで好きやけど、うんうん、まあ歴史は全般的に、うん、どの辺なんか大体さ、歴史好きの人って幕末派と戦国派に大体分かれるじゃない、うん、どうな、戦国は、戦国も好きやで、あ信長さんとか好きやで、信長がやっぱりね、うん、いいね、そう、私な、うん、あと平安時代も好き、わかるわかる、だってなんか戦国実はあんまり詳しくなくって、うん、だったら平安とか、うん、だから室町鎌倉あたりだから源平いいよね、源平いいよね、あー急にわかるわかる、テンション上がったね、源平いいよね、源平いいよね、うん、源平好き好き、うん、今度行くの、厳島神社に、うん、私もあれですわ、昔家族でなんかこう出かけたいドライブとかした時にさ、うん、あの日踊り、日踊り越えののとこ通ってすげえテンション上がった、わかるわかる、ここここかーって、結構なここの佐渡すごい、これ馬で降りるかみたいなさ、うんうん、そういうテンション上がるするよね、上がるね、その辺もいいよね、うんうん、とあとはなんかズバッとちょっと先進んで、まあ、明治大正もいいよね、明治大正はあんま好きではないんだろうな、あ、そうか、局長そうなんやね、うん、あちょっと平和すぎるっていうか、まあ、あったけども、うん、あったけどもちょっとね、うん、文化が発達しすぎてる、あ、まあ、急展開だからね、うん、いやでもなんか私はなんかあのなんかごちゃ混ぜのちゃんぽん感が好き、あなんかもう和洋折衷、うんうん、なんかね、うんうん、古いのも新しいのもぐちゃぐちゃっていう感じが、そうそうそう好きなので、うん、服装は好き、あいいね、うん、いいね、なんか一時流行ったスチームパンクとかもいいよね、いいね、ね、うん、大好きだね、大好き、大好物、大好物だよね、うん、だから結構ね、そうレトロ建築とかもね、うん、好き、うん、わかるね、うんうん、あ、この間文字工行ったよ、何文字、ああへー、あそこ良かったよ、なかなかレトロな街だったよ、へー、うんうん、私なんかあの愛知の方にさ、うんうん、明治村、うんうん、あれに行ってみたい、おー、そうなんだ、ただあるよね、なんか東京の帝国ホテルを移築してたりとかするんだよね、あ、そうなんや、本館の部分がなんか、へぇ、そうそうそう、すごいね、そうみたいなとか思ったりするよね、うんうんうん、愛知まではなかなかちょっと行けんな、足伸ばしにくいかな、行けんな、でもほら、うん、京都のさ、三条のところとかにもあるよね、あそう、私さ、あの三条か、え、三条合ってるかな、河原町のところのさ、あの中華料理屋さん、うん、名前ないやっけ、あそこ高級なやつやん、そうあれさ入ってみたくない、めちゃめちゃ高級そうなところ、めちゃめちゃ高級そうなところ、知ってる知ってるあのなんかすごい浮くぐらいさ、うん、すごいとこ、うん、あれ気になるよね、気になるよ ね、 ね、毎回気になるね、前通るだけやけど、そう前通るだけやねんけど、いつかなんか入ってみたいいいね、ああいうのちょっとテンション上がる、上がるね、案外ちょっと建築萌えかなって思う、私自分が、あ変態やな、否定はしにくいよね、変態、否定しにくいよね、螺旋階段とかやばいよね、え、あんま分かんない、やばいって何が、目が回るっていう感じ、え違う、え螺旋階段テンション上がれへん、目が回るなって、え登るのしんどいな、いやいや、そっか、なんかこうなんか螺旋階段見るのが好き、わかんない、わからんか、変態ですわ、いい階段見ると写真撮っちゃう、変態ですわ、そっか、わからんか、わからん、なんかこう北浜のさレトロ建築巡りとかしたい